アラプリ求人ブログでございます。山田でございます。こんにちは。アロマプリエールというね、宇都宮のメンズエステ店で、店長をやらせていただいております。この番組、このチャンネルは、求職者様たち、ですね、お仕事探してる方に、ぜひメンズエステっていう仕事を知ってもらいたくて、そしてアロマプリエールという超有料店を知ってもらいたくてね、お話しさせていただいております。そして面接に来ていただければと思います。ぜひあなたの癒しのお力、優しい心、そちらを活用させていただいて、活用してね、ご自身の立場でいうと活用して、ちょっと単価のいいね、お仕事にチャレンジしてみませんかという話です。メンズエステというとね、いやらしく聞こえるかもしれないし、そういったエッチなことじゃないのみたいな、印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、そういうお店もなくはないかな。でもうちは、エッチなお店ではなくて、しっかりとルールを守って癒しの提供、癒しの提供を、真の癒しの提供をしているお店でございます。エッチなお店かどうか云々は、前に喋った、そういった題名の、音声を聞いていただければ分かると思いますので、割愛させていただきますが、特別風俗店のようなね、サービスが必要だったり、そういうような、ことは一切ございません。逆にやらないでいただきたい。そういう風俗店のような風にしたくないのでね、風俗店が悪いって言ってないよ。風俗店はやっぱり歴史のある業界ですし、そこで働いてる方たちも真剣にね、目の前の方の、まあ、エッチな気持ちを、まあ、なんていうかな、難しい、表現が難しい、解消だけじゃないけどね、やっぱり癒しかな、そっちもね、分かんないけど、大変な仕事だと思うし、必要な仕事だと思ってます。ただうちは、メンズエステ店なので、風俗店ではございませんし、風俗店のようなサービス、抜きとかね、そういうのも一切ございません。というかやらないでください。困っちゃいますのでね、それよりももっとやるべきことがあるので、真の癒しの提供、ね、相手を元気づける、勇気づけるお仕事ですから、業界が違うと思っていただいて結構です。今日はこんな話をするつもりではなかったんですが、この話になるとこれぐらい喋ってしまいますね。何の話をしようとしてたのかを忘れてしまいました。ですな、まあ、だからいろんなお客様いるけどね、なんかだからそのメンズエステのね、セラピストさんが書いてるブログ、まあ個人ブログですよね、店ブログじゃなくて。うちは全然そういう感じのセラピストさんいないけどね、なんかブログだのツイッターだの、ね、なんかすごく何ネガティブなこと、特にお客様に対してとか、書いてる方も いるのを目にするというか、しないんですけどね、あんまり僕はあんまマイナスがその書かれてるものとか見ないタイプなので、まあもちろんその爆災とかね、2チャンネルみたいなのも見ないし、あんまり目に入ってこないんですけど、でもまあちょっとそういうのも見にするじゃん。だけどね、いや、いろんな方がいるんですよ。それはね、いろんなお客様がいていいわけで、自分にぴったり合うような方がいるわけないじゃん、そんなの。そしたら恋しちゃうよ、自分にぴったり合うような異性のお客様がいたら。その中でやっぱり、何、10人いらっしゃったらね、10人色に半分は染まるぐらいでいいと思うよ。10人のそれぞれの癒し方があるんだし、全く同じパターンではないと思います。10人いらっしゃったら、その方たちのニーズ、心の辛さとか体の辛さとか含めて考えると、全く同じ癒し方なんてないと思うんだよね。その中で、自分っていうものも持ちつつ、自分のまあなんていうのかな、というまあものも持ち、半分は持ちつつね、半分はその十人色にで
なんで染まるって言ったら変だけど、十人色に形を変えてね、癒しを提供すればいいんじゃないですか。うん、でそういう風になんていうのかな、10人いらっしゃったら10人色に変えられるセラピストさんになれる、なれたっていうのがまた成長だと思いますよ。うん、自分の成長、私は、癒しの仕事を通して10人の方の、パターンで自分を半分は変えつつ、その方に合わせて、癒しの提供ができるようになった。それって立派なことだと思うぜ。なかなかできないことかもしれないけどね。うん、だからこういうお客様がいいとか、こういうお客様だけがいいとか、そういうことって難しいし、やっぱないよね。ない。うん、だからそれはちょっと自分本位じゃないですか。うん、店、ルール守れない方は別よ。ルール守れないのはだってそれは店が管理して、しっかり以降のご利用お断りするなり、うちはこういうルールだから守ってくださいねってお客様に言うなり、それは店の仕事。うん、ただルール守ってくださるお客様の中でよ、そういう話ですけども、うん、とかなんていうのかな、ルール、そうだね、まあでもそうです、そうです、その中で話だけど、100人来たら100人色に自分が形を変えられるっていうのが理想形じゃないですか、最終形というか。うん、半分は自分のね良さを保ちつつね。うん、だからね、やっぱりね、まあお仕事だから、メンズエステの仕事だけじゃないですね、まあ、メンズエステの求人ブログだからそれに付随して話してますけども、いろんなお客様がいるし、なんていうのかな、それが苦手なタイプかなとかっていうこともあるでしょうよ、それは。うん、だけどそこで嫌だなとかって思ってても成長しないしね、もっと嫌になっちゃうじゃん。それよりもその方はどういうニーズなんだろう、その方はどうしたら喜ぶんだろう、その方はどうしたら笑顔になるんだろうってことを考えながら仕事した方が楽しいと思うよ、なんて口だけで簡単に言ういつもの悪い癖が出てしまいました。申し訳ございません。うん、でもまあね、人生なんて、嫌なこと、辛いことね、ムカつくこと、めんどくさいこと、ね、疲れることばっかりじゃないですか。ね、それを一個一個やだなやだな、疲れたな、めんどくさいなってやってても本当に嫌になっちゃうよ。本当に嫌になっちゃうと思う。で、自殺したくなると思う。うん、やだな、疲れるな、めんどくさいな、ムカつくなみたいなことばっかり考えてたら、まあセラピストさんだけに言えないですけど、自分にも言い聞かせてるんですけど、やっぱりそういう困難だったり、そういう何、めんどくさいなって思うことを、どうやって楽しむかって考えるのが人生の、自分の人生のね、楽しい時間が増える唯一の手段なんじゃないですか。例えばいろんなお客様に対応、上手に対応できる方もいれば、不慣れでね、うん、やっぱりこれ全く逆の見方すると、個室で2時間1対1でマッサージでだいぶ大変だと思うんですよ。気疲れがあると思うんです。だからね、そう考えると、うん、でもなんつうのかな、それも理解してる。僕だったらできないかもしれない、もしかしたら。口ではやりたいとかできるとか言ってるけどね、ただもうそういうお仕事チョイスしたのであればね、その中でどう目の前の方を喜ばせるか、ね、笑顔にさせるか、自分はどんな方でも対応できるようになったっていうのがね、また成長、自分の楽しさ、自分の成長を何感じるっていうのもね、やっぱ楽しいことだと思いますよ。な感じで、ちょっと偉そうなんですな。いや、偉そうだよね、俺もね。本当にもう。ただだからね、そういう風に考えてお仕事されたらよろしいかとは思います。本当に成長できる仕事。ね、こんな、なんていうのかな、一対一で目の前のお客様を元気を与えてね、それで、だけでもやりがいがあるけど、いろんなニーズの方のニーズを察知する能力、本当はどう思ってんだろう、本当はどこが辛いんだろう、
本当はどういうことで、お店に来たんだろうってことをね、お話を聞きながらキャッチボールしながら理解していく。あ、この方はこういうところが大変なんだな。で、そこをケアしていく。ね、心だったり体だったりね、それはそれぞれですけども、そこを認めていくというか、許していくというか、なんつうのかな、受け入れていくか、まずは受け入れて、そっかそっかと、じゃあここは大変なんですねっていうのを心で、言葉に出さなくていいから、心でなんかやり取りできるようになったら、なんかいいですな、いいセラピストさんになってくれるんじゃないですか。だからね、ね、ネガティブにそのとかね、何々をさせないためのどうのこうのとかではなくてね、まあそれは、まあ、自分を守るためにも必要なのかもしれないけど、それよりも相手がどう考えてるのかな、あ、どういうことかな、ひょっとしてこういうことをする、お触りしよう、例えばね、わかりやすく言うと、お触り してこようとする理由は、どういうことなんだろうって考えるとかね、寂しいのかなとか、やっぱり分かってくれる人が周りにいないのかなとかね、やっぱりそういうなんか理由があるんですよね。そこをなんとかケアできれば、お客様嫌なことしてこないと思いますよ、ね、やっぱりね、そこをやっぱり心に寄り添うように心に寄り添えるセラピストさんになっていったらいいんじゃないでしょうか。誰に対してとかっていう話ではないです、がちょっとちらっとね、こうやってネットであれしてると、そういうねマイナス的なのをちらっと目にしたあれがあるので、プリエルの、セラピストさんじゃないぜ、プリエルのセラピストさんのことじゃないけどもね、なんかたまたま見たやつでちょっと悪くか、なんか病んでるなみたいなのを散見できたので、ちょっとそれについて物言いをしてみました。自分そしたら成長していくし、楽しくなってくると思うよ。いろんな人を癒せるようになっていった自分自身が楽しくなってくると思う。だからまあちょっと高度なことを言いましたけどね、まあお前に何が分かるんだよってところが言われちゃいそうですけど、まあまあちょっとこういう更新があってもいいかなと思って喋りました。